はい、多分風チャンネルのルリオです。今日はですね、藤井風さんの超レアな動画が見つかったっていう、 YouTube の中で見つかったっていうお話をちょっとしていきたいなと思います。その動画の視聴方法もお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていただけると幸いです。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしている音楽のチャンネルとなっています。もし少しでもですね、いいなと、逆にだったなと思った方はですね、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。さて、早速本題に入っていきたいと思うんですけど、まあちょっとね、今ホールツアーのですね、チケットの受付期間中とかもあってですね、まあそういった動画が続いてたんですけども、まあそういうのも出すんですけど、風さんのね、普段のこう様子の動画とかっていうのもこのチャンネルでは出していこうと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。まあツアーのことももしね、当たったりしたら行く動画とかも出していきたいなと思ってるので、まあそこは乞うご期待ってことなんですけど、ちょっと本題ですね、この動画の本題なんですけど、今日ちょっとツイッターでですね、視聴者の方から DM いただいて、こんな動画見れるようになってますよっていうのをちょっと紹介いただいたので、ちょっと僕もそれを皆さんにシェアしたいなと思います。で、その動画っていうのがですね、藤井風さんのいきなり弾き語りというかピアノを演奏してる動画が YouTube の限定公開で見つかったっていうお話なんですけど、動画の内容としてはワニマさんの、日本のロックバンド、ロックなのかなバンドのワニマさんのやってみようという曲を、風さんがおそらくミッチャムの中でピアノを弾いているっていうシーンが撮影されている動画がアップされてました。で、アップロードされたのがですね、2017年の2月、なので約5年前の動画っていうのが見つかりました。なんかどういう経緯で見つかったかとかっていうのはちょっと分かってないんですけど、ただ皆さんも見れるので、また後で見てもらえればいいかなと思うんですけど、その弾き語りの動画なんですけど、最初ね、こう風さんの顔のアップがから始まって、でちょっと30秒ぐらいした時にですかね、ちょっと画角が引けてですね、頭まで見えるようになるんですね。で、頭に角、鬼の角をつけていて、まあおそらく節分ということで、節分に向けて風さんなりの5年前からもサプライズ好きの男だったってことですね。で、まあ弾き語ってて、まあ弾き語りじゃないですね、ごめんなさい、何回も言い間違えてるんですけど、弾いてて、ワニマのやってみようよ、弾いてて、で、すごいね、風さんらしいなと思ったのは、すごい打鍵が強くて、ガン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 っていう鍵盤のね、音がね、聞こえてきたのが、まあ、当時から変わってないんだなっていう風に感じました。で、まあ、最後にはですね、動画のその最後にはですね、ちょっとサプライズというか、おこんな楽しませ方をしてくれるんだっていうのもありましたのでですね、ぜひね、皆さんの目で見ていただければいいんじゃないかなって、そのサプライズについては見ていただければいいんじゃないかなっていう風に思います。で、なんかそのですね、動画のコメントで面白いなと思ったのが、5年前なので、まあ、風さんがこうやって紅白に出て、ツアーも回ってっていう前だったので、こう無名なんですよ、言ったら無名なので、その コメント欄にツイッターで動画上げたら有名になれそうとか書かれてて、5年前の人がですよ。なので、あ、なんかその予言通り、予言というか、みんなが、周りの人が風さん、当時の風さんを見つけてる周りの人が思った通り、すごい有名になってるなっていうのを個人的には感じましたので、まあそのちょっとね、有名になる前の風さんが見たいって方はですね、ぜひ見ていただければいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、その視聴方法なんですけど、 YouTube の限定公開という動画になってます。で、限定公開っていうのは、まあ、その名の通りなんですけど、公開と非公開の間にある限定公開なんですけど、その限定公開されている動画の URL を知ってる人だったら見れるみたいな動画なんですね。なので、非公開でもないんですよ。非公開だと誰も見れないんですけど、限定公開だとその URL を知ってると見れるんですね。でも、その
僕も DM をいただいて気づいたので、そのリンクを知ってるので見れるんですけど、どうやってそのリンクが見つかったかはちょっと謎です。僕もちょっと謎なんですけど、皆さんもね、この動画の説明欄のところに、そのワニマのやってみようの、動画のリンク貼っておきますので、ぜひね確認いただければなっていうふうに思います。で、結構シンプルで、風さんのその動画のやってみようの動画の CM じゃないな説明欄もシンプルで AUCM っていう風に書かれたりしたので、まあそういったところも見ていただければ楽しいんじゃないかなっていう風に思いますので、また概要欄貼っておきますので見てください。はい、てなわけで今日はですね、風さんの、5年前、まあ撮られたのはいつか分かんないですけど、5年前に投稿された動画、ワニマさんのですね、やってみようを弾いた風さん with 鬼の角っていうやつをご紹介させていただきました。またね、ちょっと皆さんの目で実際の風さんの演奏を確かめて、まあ感想とかあればですね、もしよかったらこの動画にもしていただけるとありがたいです。あとですね、これからも風さんの情報、こういった情報とか、あとはツアーの情報とかお届けしていこうと思いますので、もしね少しでも気に入った方はですね、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。っていうのが本題なんですけど、まあ今週末ですね、ちょっとね余談なんですけど、今週末ですね、ツアーのねチケットの応募があるんですけど、なんかコメントでですね、僕まだ実はこの土曜日の時点で申し込みしてないんですけど、なんでしないんですか、ルーリオさんはしないんですかみたいな感じでコメントいただいたんですけど、何か後でやった方が当たるとか知ってるんですかみたいに言われたんですけど、いや全くそういうのを知らないし、ただただひたすらズボラなだけで、なんかこうどうしようかなとか思ってたら、締め切りが近づいてきて、もうパッパッパッとやってる、毎日ね毎回最終日にやるみたいな感じなので、レポートに追われてる大学生みたいな感じなので、なんていうんですかね、特に意味はないんですけど、まあちょっとどこに出すか迷いつつ、まあ、自分のスケジュールも確認しつつちょっと迷ってる状況なので、まあどっかで応募したら動画を出そうかなと。こんなにね僕が応募こうやってやるんですよとか言ってるわけですから、応募した暁にはですね、こんな感じで応募しましたよみたいなのを話す動画も上げれたらなと思ってますので、まあそちらもちょっと余談でしたが、期待していただけるとありがたいです。この動画ですね、少しでも気に入ってくださいましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。